暗闇の中でただ信じるしかなかったんだ。絶対的な彼を、誘惑するあいつを、冷たい目をした彼女を、分かり合えない友人を、信じがたい現実を、移ろいゆく自分自身を、だから今日も呼ぶんだ。スタンドフラワーが送る問題作、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。